してましたか？おかわりありませんか？いえいえ、はじめさんにとっては半日でも、今日の私にとっては、それはもう、とてもじゃありませんが、言葉にするのもはばかられるくらいです。はい。はい、お帰りなさい。そんなの当然です。だって今日は私たちの最初の結婚記念日なんですから。記念日ですからね。たまには手料理。そこまで不器用じゃありませんから大丈夫ですよ。そうですね。ではテーブルの準備をしてもらえますか？あ、いいですね。職場でお祝いにお花をもらったので、それも飾りましょうか。でもその前に、お料理ができるまでは、まだというか、せっかくの記念日ですから、スーツは NG です。そうですよ。旦那さんをかっこよくコーディネートしちゃうのも、奥さんの務めですから。それとも、お着替え手伝ってあげましょうか？デザイナーだったり、シェフだったり、私も随分忙しいですね。それはダメです。今日は、一緒に入るって決めてたんですから。何ですか？私とお風呂は不満ですか？まったく、今日だけは特別ですよ。特別に何をしても許してあげます。そうですね。はじめさんは赤ちゃん欲しくないです。遠慮しなくていいんで。あーバレちゃいました。はい、もちろん仕事と育児の両立は簡単ではないですが、ベビー服のデザインだってできるようになりますし、生まれてくる子にだってはじめさんとの赤ちゃんですし、可愛くて仕方ないに決まってますから。あらあら、はじめさん、二人というと、それでは子供は一人だけということになって、いえ、三人くらいいてもいいかなと、個人的には思ってます。一人目は女の子で、次が男の子。
生まれてくる子も一人よりはきっと兄弟がいた方が嬉しいと思いますから。はじめさんを私はずっと応援してますから。頑張ってくださいね、お父さん。